って、あ、本屋。なんだろう、この胸騒ぎ。超面白い漫画が僕を呼んでいるような。いらっしゃいませ。やっぱり、短期くんの発売日。ラスト一冊。あ、ごめんなさい。どうぞ。え？いや、どうぞ、どうぞ。いや、どうぞ。いえいえ、どうぞ。僕は他で探すから。じゃ。あ。いいやつだな。ありがとうございました。イエーイ。あ、イエーイ。イエーイ。返してよ。待って。もう。おお。変な兄弟。へ、へいしょ、へへー。頑張れ、ジャイアン。ジャイニー。あー、ラッキーだったな。どけどけ。またありゃー。うわー、待ってよー。どけ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 。書いてないとひどいから。みー、やーなこっちゃ。イエーイ、お星様のみー。もう許さないから。なんでお前俺の前走ってんだ。ジャイアンが追っかけてくるからでしょ。おい、おや、お待て。なんでこうなるの。イエーイ。ごめんなさい。お、これ、これ、君が描いたの？え？うまいね。すごいよ。あ、これだってすごくよく描けてるわ。あなたが描いたんでしょ？まあ、漫画が好きでずっと描いてるんだ。私も。イエーイ、イエーイ。え？あれ？え？なかなかうまいじゃん、あいつ。あんたは困っちゃう。さあ食べるよ。父ちゃんは？今日も遅いよ。ごちそうさま。で、テレビ見ないのか？私忙しいの。よし。あの、どうもすいませんなんて、ほんといろいろありますからね、世の中ね。もうパンダ何が好き、パンダなんてんだ、ほんと。もうどうもすいません、お客さん、館内ちょっと待ってくださいよ、ほんとね。まあね、ほんとですよ。じゃあ行こう、入るぞ。何？いや、その、大丈夫か、お前。どっか具合でも悪いのか？あ、どうして？いや、なんかテレビも見ないし。平気、私忙しいの。何やってんだ？ダメ、見ちゃう、漫画よ。出来上がったら見せてあげるから。なんでまた急に。なんだ？何何？モテモテを？何すんのよ。勝手に触んないで。もう邪魔だから。あっち行ってたよ。もう、ジャイコちゃんがね。急
急に張り切っちゃってよ。俺は心配だ。もしかしてそいつにからかわれてるんじゃないかと思ってさ。ああ心配だ心配だ。俺はどうしたらいいんだ。まあまあまあ、ジャクちゃんに限ってそんな。どういう意味だ。お兄ちゃんなら心配だよね。うん、だろう。ところで何しに来たの。おお、いいこと聞いてくれた。モテに会って話をつけてくる。だから人探しの道具貸してくれ。探し物は何ですか。これを着て探すと探し物や探し人を見つけてくれる。着るんだな。ありがとうよ。頑張って。あーだよー。かっこいいね。モテモテ。確か東団地って書いてあったな。行くぜ。こりゃ広すぎるぜ。ち、ジタバタしても始まんない。こういう時は座って待つ。探し物これか、これか、これか。うるせえ、うるせえ、うるせえ、うるせえ。おっと、なに、ちょっと待て。僕、お前がモテか。そうだけど、君は。俺はジャイコのお兄ちゃんだ。え？ジャイコ？ジャイコちゃん！おお、ジャイコ！よかった、よかった。頑張れな、マンゴ。お兄ちゃんも協力するからな。ファイトだ！何でも遠慮なく言えよ。変なの？騙すなんてとんでもない。ジャイコさんは素晴らしい才能の持ち主です。ご飯つってたろ。ジャイコ、お兄ちゃんがついてるぞ。あ、ジャイコや、お茶持ってきたぞ。ジャイコ、大福持ってきたぞ。ジャイコ、ケーキ持ってきたぞ。ジャイコ、焼き芋。ジャイコ、ラーメン。お兄ちゃん、いい加減にして。いいアイデアが出かかってんのに全然集中できない。そうか。もういいからあっち行ってよ。そんな冷たいこと言うなよ。お兄ちゃんはお前らの同人誌楽しみにしてんだぞ。どうして同人誌のこと知ってんの。え、いや、まあね。モテさんに会ったのね。そうなのね。お兄ちゃん心配だったからちょっとな。どうしてそんな余計なことをするのよ。私のことはほっといてよ。危ねえ、こぼれる。はあ、うん、あ、手が、それでどんな漫画にするんだ。いやー助かったぜ。ほんと恩に着るよ。これでジャイアンも安心したでしょ。楽しみじゃない同人誌。うん、それがな、アイディアはまとまったみたいなんだけれど、なんとか故障が必要らしくて。故障？どんな話？古代エジプトのな、悲しい恋の物語で、なんとかラーメンつう王様の。エジプトのラーメン王？ひょっとしてツタンカー
ーメン？そう、そのタンメン。それで胡椒がいるのよ。その時代の服とか、うちとかさ。あ、時代交渉ね、うん、そこで頼む。タイムマシンで俺を古代エジプトへ連れてってくれ。そんで、このカメラで俺とスタンラーメンを撮ってくれ。頼む。いいほう、バッチリ撮ってくれよ。自分で撮ればいいのに。俺が映ってりゃ兄ちゃんが言ってきた照明になんだろ。なるほど。なあに心配すんな。スタンダーメンには俺が話をつける。スタンダーメン。着いたぜ。ジャイアン。海？ナイル川だよ。知ってる。すごい。うわスフィンクス。ピラミッド。王家の谷。スタンハーメン。マハ。モテよ、お使い行ってくれない？いいよ。遠くまで来たね。スケッチしたくて。ならこの先にいい公園があるよ。漫画進んでる？いや、下書きできたら見せっこしようよ。それで描くときに神社って。でそれならいいものがあるよ。ちょっと待ってて。はい、このペンなら綺麗に書けるよ。でも2本持ってるから。さ、ありがとう。気にしないでいいよ。じゃあ行こう。ほら、見てごらん、エジプトの写真。ん？じゃあ行こう。モテさん。ん？じゃあ、彼と一緒に漫画を。隣町の団地でしょ。間違いないよ。二人で同人誌ね。かなりラブリーだね。あら素敵じゃない。偶然出会った二人が力を合わせて。ドラマチックね。そうだよ、ドラマチック。うん、ダメだ。今日は寒いね。ここにいたのか。話があるんだ。ジャイコちゃんに好きな男の子は？うん、で、相手は？モテ君。やっぱり。一目惚れってやつよ。毎日ぼーっとしてため息ばかり。肝心の漫画だって下書きしかできてない。いっそ思いを打ち明けようにも俺に似て内気だから、かわいそうで見ちゃいられない。頼むドラえもん、俺に力を貸してくれ。この通りだ。わかった。見回りマイク。このマイクの矢印を向けて喋ると、向けられた人が代わりに喋るんだよ。俺が喋った。二人を合わせて影からこれでジャイコ君の代わりに喋ればいい。それ僕にやらせてよ。僕もやりたい。ちゃんと作戦を立てよう。こういうこと。モテよモテよ。いい
天気だから池の公園でも行きな。いい天気？母さん、外は寒いし僕忙しいから。何でもいいから公園に行けっつんだおてめえ。ああ、どうなってんの？早く行きな。はい。公園の橋の上がいい。 あの子どっかで突然散歩に誘ったりしてごめんね。いいえ、気分転換になるから原稿置いてくればよかった。まあ、あら、やあ、どうしてここに？いや、なんとなく。あ、いけない、ピアノの稽古行かなくちゃ。ごめんなさいね、また。静香さん？ん？変わった人だね。よし、スネオ。オッケー。モテさん、こんにちは。ん？私、前からずっと言いたかったことがあるの。モテさん、今日こそ思い切って言うわ。私あなたが好きなの。ジャイコ君、私ブスだし兄貴もオンチゴリラだけど、ギャー。てめえ黙って聞いてや。待って、これからだから。貸せ。やだ。よだ。うりゃ。ジャイコ君。ジャイコ。ジャイコ。お、お、おや、嫌い、お兄ちゃん大嫌い。ジャイコ、もうおしまいよ、何もかも。僕たちが悪かった。うん、やり方を考えればよかったわ。うん。あ？ねえ、これって、はあ？ジャイコ。ジャイコちゃん。ん？どうした？ジャイコちゃん。ジャイコはまだだ。裏山だ。みんなは結婚を頼む。俺はジャイコ。ジャイコ。漫画もお兄ちゃんも大嫌い。兄ちゃんを嫌いになっても構わない。でも、でもな、漫画は嫌いになるな。飛んでった原稿は俺が全部拾ってやる。待ってろ。漫画。初めてけど。僕も。何ページあったの？28ページだ。よし、全部ある。よかった。みんなありがとう。やね。3枚足りない。小銭が読んだ。雪まみれで急いでた。お風呂が沸いてますよ。ああ。もしかして間違いない。原稿は全部じゃなかったんだ。一人で探してるんだ。
なんとかしてあげて。よし。ドラえもん、のび太、恩に着るぜ。もっと簡単な道具があったんじゃない？ダメ、それじゃ受け取らないよ。どうして？お兄ちゃんのプライドさ。プライド？僕もお兄ちゃんだからよくわかる。あ、え？知らない。まったく、もうすぐご飯だってのに、この大雪の中どこを突き歩いてんだい。雪？明かりぐらいつけな。エジプト、お兄ちゃん。そういや前にもあったな、寒くて腹の減った夜が。お前の兄貴が悪いんだぞ。出番だね。探せる？もちろん。僕にさ、いい考えがあるんだ。はあ、雪が止んだね。うん。一人で平気か？平気よ。モテのやつ、今になって呼び出すとは。ちょうどいい。これ返して同人誌断ってくる。本当にいいのか？いいの。じゃあね。そんなわけでバラバラになっちゃって、もともとそんなにあのつまらない漫画で、とっても同人誌なんて私にはとってもとってもごめんなさい。これ返します。はい、落とすもの。これ私の原稿。バラバラの2ページだけど、僕は面白いと思ったよ。モテさん、ジャイコ君、いつでもいいから、いつか必ず一緒に同人誌を出そうよ。ジャイコ、お兄ちゃん。ジャイコ、よかったな。よかった、よかった。よかった。No, no.
下には優しい人がいつも待っているから、さよならとは言わないで、また明日ねを繰り返し、人は生きてゆくのです、バラ色の明日を。俺様が主役だ。俺はダイヤ。お兄ちゃんやめて。頑張れダイヤ。絶対見るよね。